それではお待たせいたしました、高田のまま帝7月9日第2回帝オープントーナメント、ベスト8が出揃いました。まずウィナーズから始めていこうと思うんですけども、その前にですね、ベスト8に勝ち上がった皆様に一言ずつコメントをいただきたいと思います。この中には、来週行われますエボに参加する方も、何人かやはりいますので、まあ、エボに参加するかエボへの意気込みだったり、この大会優勝しますよね、何かコメントいただけると嬉しいです。まずはふも、さんからお願いしたいと思います。ふもさん、かりんさん、FAB さん、中村さん、アインマン、トゥエリオさん、ナゲさん、ホッサさんの順番でお願いします。ではふも、さん、前回に続いて優勝目指して頑張ってください。ではよろしくお願いします。はい、ふもです。前回の大会、このオープントーナメントはかりんじさんいなかったんですよ。で、まあ、優勝はしたんですけど、やっぱり帝で優勝するならカリンジさんを倒さないと、まあ、やっぱり真の、ね、こう勝者とは言えないかなって思いますんで、今日は頑張ってカリンジさん倒して、頑張って優勝したいと思います。ありがとうございます。さあ、続きましてカリンジさん、お願いいたします。どうも、カリンジです。みんなのためにビオラスコンボを開発してきたんで、爪に気をつけながら戦ってください。お願いします。さあ、爪に気をつけてくれよと。さあ、そしてマイクさんも応援します。もう爪割るためのコンボ開発してましたからね、この2人。さあ、というわけで、じゃあ爪を割る人、 FAB さん、ザ・ FAB さんに期待してもらいたいと思います。どうも、 FAB です。最近あんまり勝ってないような自分の中では印象あるんですけど、今日は前回負けたジョニオさんに勝ってウィナーズの方に上がってこれたんで、次のエボに向けてもね、勢いつけるために優勝したいと思います。お願いします。めっちゃロイさんが横目で見てたんですが、怖かったですね。さて、続きまして中村さん、お願いいたします。 FAB さんと爪とか、かなり綺麗な流れでバトンタッチしてましたね。あ、どうも、中村です。まあ、優勝する前にね、一個仕事をちゃんとやっていこうかなと思いますので、皆さん応援のほどよろしくお願いいたします。はい、というわけで、ウィナーズは綺麗になんかそれぞれいいこと言ってたんですが、ふもさんだけは真面目だった感じがあるんですけど、FAB さんが真面目にならないような感じになってしまう、そのバトンタッチの仕方をしてしまった俺が悪いんですけど、爪を割るものみたいな。さあ、そういうわけでウィナーズはこちらの4人でございました。続きまして、ルーザーズ、それでは行きましょう。アインマンからお願いいたします。一言、こっちです。そういうのいいから。あ、どうも、アインさん、アインです。ルーザーズの相手、ドゥーリオさんなんですけど、最後に結構数やった時にすげー負け越したんで、とりあえず爪割ってリベンジしたいと思います。応援してお願いします。いやいや、のしかかれば一発よ。さあ、続きまして、みんなのにターゲット、されてしまったドゥーリオさんですが、この夏は、はい、よろしくお願いいたします。はい、なんか完全に前振りして回されたんですけど、ドゥーリオネイルです。まあ、エボに行く人がまあほとんどなんですけれども、まあね、国内でも来週かな、東進祭の予選も行われますし、まあ、まずはね、国内で最強になりたいということで、手近なアインマンからまず、ね、とんかつにしていきたいと思います。よろしくお願いします。オブラートに包んだら卵とじとかだからね。続きまして、投げさん、お願いいたします。ちょっとここまでの流れ面白すぎるんですけど、真面目な空気に変えられるでしょうか。お願いいたします。あ、投げです。これやるたびにハードル上がってる感じがして、ちょっとあれだなと思うんですが、そうですね、最近あんま帝ちょっと来れてなくて、久々にがっつりギルティできて今超楽しんでるんですけど、最近ツイッターとかではもう全然シャドーバースかグランブルファンタジーの話しかしてないんですけど、まあ、意外とギルティやってるよっていうのをちょっと見せたいなと思います。 あと中村さん、ルーザーズでお待ちしておりますので、いつでも下に来てくださって構いません。よろしくお願いします。あ、ありがとうございます。ホッサさん、ちょっとごめんなさいね。まずは頑張ってください、おっと。はい、どうも、ホッサです。まあ、私はエボ行かないんですけれども、
今回その前哨戦みたいな形になってるので、もしかしたら海外でレオと当たる人がいるかもしれないので、私が人柱になれればなと思ってるので、まあそんな感じで、ちなみに前回は投げさんに負けてるので、もしかしたらリベンジでしたいなっていう。はい、今日は大会頑張りますのでよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。いやー、ほんと、ほんとすまんごめんなさいね、もう俺にはどうしようもないで流れでございました。それでは最後にスペシャルゲストを迎えして、まあ目の前にいるんですけど、コメントをいただきたいと思います。前回、ギルティギアイグザードサインの、エボリューション覇者の邪魔なかった、小川先生です。よろしくお願いします。危ねえ、間違えた。はい、小川です。あの、まあ、ちょっと僕、ちょっと今日いろいろ用事が重なっちゃってちょっと出れなかったのがちょっと残念だったんですけど、ベスト8でやっぱもう出揃ってる、まあ、強者ばっかりの、まあ、人たちなので、こう一試合一試合の読み合いと、エボに向けてこうこんぐらい俺たち頑張ってんだよみたいな、そういったところをなんか注目しつつ、読み合いがどうやって循環していくか、だからそういうところを着目してくれると、まあ、僕は出てないんですけど嬉しいなと思います。ぜひ、決勝戦まで最後まで見応えがある試合が繰り広げれると思いますので、ご観戦の方よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございます。もうなんか選手というよりから校長先生みたいでしたねはい、じゃあそういうわけで、ウィナーズの1回戦から始めていきたいと思います。まず第1試合は久保さんとカリンチさんの試合となります。第1試合からすごい組み合わせとなっております。よろしくお願いいたします。いやー、お母ちゃんいいっすね。さあ、ウィナーズのファイナルに行くまでは予選と同じく2試合選手となっております。よろしくお願いいたします。それでは準備ができましたらスタートボタンを押して始めてください。どうぞ。さあ、ウィナーズの第1試合から始まります。ワンピー側がフモさんのエルフェルト、ツーピー側がカリンチュさんのジョニーとなっております。最近ジョニーのコンボめちゃめちゃ伸びてるんですけども、やっぱレベル3ですね。レベル3は本当に無限の可能性ですな。本当に何でもありって感じの、まあ、特に今回そのミストキャンセルが簡単に先行入力効くようになったのでかなり実践的なんですよね、さあ、カリンチョさんのバーストがいい花火、夏です、キングス。さあ、画面足バックス投げて、これはまずエース入ったら D、 軽力はこのまま羽に持っていかれてしまうのがかなり厳しい。実質ここでバーストが強制的に吐かされてしまうので厳しいですよね。さあ、しかしバーストから対戦を、おっと、ブリッツを見てからグズスを選択、ショットショットショット打ちまくって画面端ノーゲージで投げる場合はここはブリッツ前で逃げようとしました。逃げられません。ハーフファインから1本選手はフボエルフェルト、おっと無理やりつないでいきました。まずいぞ、スパイハンダーから切りをかけるバックステガリー、ジャンディジャンディ、ミストファイナージャン SD、 スパイハンダーコイン上げてレベル3、歩いて投げた。さあ、ちょっとこれは軽量級のプリンあるいは入りませんが、ちょっと待つっぽいですね。まあ、しかしその後のフォローも完璧、一瞬で決めていきます。ソシランド前ハイスラーバックス2回拒否して前ハイスラー前に出る。アリンさん、この前の出方がやはり強気なんですけども、この前に出てる最中にやっぱ相手をしっかり見て対応してきますね。そこがすごい。さあ、ブリッツ取って返してしまった、画面足、ここは難しいが、コッパン広いから、あ、噂もあれか、やってきた、コインコイン、これステップキャンセルコインってやってるんですね。さあ、ここはショットからバースト、早速練習したコンボをね、ここのオーグバイブレイで使ってきますが、あちょっとやりすぎたぞ、まずいぞ、コインがない、もう一問、俺にはゲージもいらねえ。そして
シュッシュッシュッと追いかけて、ゲージは50、ミストファイヤーレベルは1だが、スパイハンター地獄に入すな。まず一本選手はラリンチジョニー。女がなぜそんなに結婚をありがとうございます。何も言ってないですけどね、ウキャーとか言ってくれですよ。いや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 、さあ 1-0 となりました。カリンチュ・ジョニー、ここがリーチですね。突き上げて、突き上げて、直線ガードを見せていく。直線ガードをしっかりすることによって相手のプレッシャーを逃げていくんですけど、やっぱり難しい。ダメージで怖いですね。おっと、キルキャンセル。 K、S、ミスト、コインから S、ハイから心臓を見せる。いけー、ああいうシー距離、根元じゃなかったか。ちょっとね、密着してたかなと思ったんですけども、まだ離れていたみたいです。さあ、ショットショット、ボーンからボーンと打っていく。さあ、突き上げからバスを使っていく。おっと、千葉君、この呪力はやはり受け身が取れるのが強いですね。ズン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 とショットを直前ガードして断ち切るというのがやはりあるんです。おっと、これはいけそう。ショットを 2S、 なるほど、すげえつなぎ方だ。ショットショットショットからの、あーっと、近づいてしまった。ミストファイナーからここはしっかりつばい判断。ジャンケー足払いから飛距離取って前ハイスラー、ミストファイナー見ていた。これはロマンキャンセル、ゲージは 50%。 足払いから前ハイミ、ステトレハン。しかしエルフレットは少しコンボが難しい。うまい、かっこいい。エンクレス2ハイから構えてツンツンツンとショット 2S で返していく。とりあえず構えを解除させたのでファインを持って逃げます、逃げます。なんかでけえ豚の貯金か箱じゃなくてヤブイネですね。ヤブイネよくよく見るとあんま赤いじゃないですよね。直線ガードから空手投げ。さあ、ここで再びリーチ、再びリーチっておかしいな、リーチ。さあ、ニエスハイスラッシュ、画面端追い込んでブリッツからバックステップ投げを狙いますが、投げ前以外金エスがヒット。画面端ジャンエス、ジャンディー落として奥線ファイン投げて着地下段、これは見えません。ここは綺麗な流れで画面端どうする。ここはおっと、足場ヒット、立ちハイスラー、ゲージはつかずバーストがあったので、あと読んでいく。エンエスハイスラッシュと決めまして1-1。こういうね、なんかところで言葉のあミスかなって思って訂正しちゃうのがよくあるんですけどさ、あの大舞台とか大舞台とかそういう細かいところで、ね、どっちでもいいんだよね。どっちでもいいとか、大舞台じゃないの、大舞台なんだけど、なんかでどっちがいいかなみたいな、まあノリよね。まあ大体は不安になってくるんだけどね、試合見ていきましょう。さあ、試合の方は端に追い込んでいく。そうですね、ウィナーズです。こちらに負けてもルーザーズにはありますが、ここで勝っておいた方が試合するときには全然楽になります。投げて KS ミストジャン SP から真髄を見せてミストファイナー。ここはデッドアングルの無敵で避けるというテクニックですね。ラフ部分をデッドアングルの無敵です。さあ、うまい、エンエス前ファイナーしてバックして、さあブライデルからのパインがペタッとくっついて、その後コンボになって画面なし。
俺のまだやめた足場を当てて、ここで亀梨やっぱですね、空中ダッシュで追いかけてくる行動に対してジャンプリーを置いているんですけども、ちょっとね、ステップなんでなかなか当てるの難しそうですね。ダミストファイナーダミヘスラ空中へ、この判断が素晴らしい。亀梨素早い判断からチャイス、直前ガードから歩き投げ、 SD からミストファイナーまで、さあカリンチジョニーがリード。おはは、バイハイすごいモーションなんですけどね。うわ、空中投げすげえの投げだな。マウンでながらやっぱ上を意識しているような印象ですね。できるか、当たんないっすね、遠かったが流れに任せて、ダスアタックガードさせて、自動ガードさせて、ちょっと有利だった気がする。なあ、もう一回なんか練習しているのか。あ、ピオラスなかったっぽい。ミストファイナー、ロマンキャンセルが前半で避けて、うし、うわあっ一体どうしたことでしょうか。しかし勝っているのはカリンチョニー、2位。レッスンワンダー、んジャックポット。あ、そうですね、フェミさん、中村さん、しっかり 1P、2P、1P を取らせないために中村さんしっかりじゃんけんで勝っていきたいところです。あ、ダメでした。もうなんかこの世の終わりみたいな顔してますけど、大丈夫でしょうか。弱体化に失敗した。1P の FAB さん強いらしいです。わかんないですけど。あ、ちょっと名前打ってもらっていい？こっちはね、英語じゃなくて、日本語。Guilty Gear Exile。 あ、大丈夫ですよ。 Who dares to enter the mayhem? 大体予測変換で OK。 ちょっと待ってね。さあ、第2試合となります。あ、これ忘れてる忘れてる、また さあ試合の方を見ていきましょう。 A1 内 1P 側 FAB 帽子巻き、 2P 側中村ミリア。おー、直線ガードからケツ。この組み合わせは普通に補聴券きついんですけども、首をかしげられると困っちゃうんですけど、まあきついと思うんですよね。まあさあ、この間の大会実況では小川先生の FAB さん勝ってるからきつくない、あんまりきつくないということを言ってFAB さんがすごい悲しそうな顔をしていましたけど、小川先生、いやいや、あ、普段から見てるんで、なるほど。まあ難しいもんです。まあけど俺 FAB さんの試合見るの大好きなんで、なんか本当に1試合でも多く、はい、勝ち残っていただきたいなと思いますが、やはりこのミリア厳しいか。亀梨、ちあー、俺がポチョムキン使ってた時はもうダッシュにポチョムキンバスター合わせるしかねえと思うぐらい天才相性きつかったんですけど、足払いがきつい。まあ確かにハイヤーできついですね。まあデコピンがあるとはいえ、あー、まあけどなかなか難しいっすよ。俺もう無理だと思いましたもん、やってて。まあそうですね、人間やめるしかないですね。やばい、はいはい、まあ、ただこの一発の火力を出せるのは本当に限られた人ではあるんですけど、その中でもやっぱ一番難しい難易度の高いコンボをしっかり決めていくのが FAB さんのすごいところですね。ロマンキャンセル、おー、トリシューターを狙っていきますが、ここまでできるし、ミリジーが画面足
さあ残ってるか、空中投げ素晴らしい。いやしかしここはつけません。バックステップ、この1回バックステップがね、ある程度の柵をしのぐことができるんですが、一応その読みでね、うますぎた。マイケー一瞬バースも読んでましたね。すごいですね。怒ってる怒ってる。フルシューあれがやはり、なんていうんですかね、メディアバックステップの性能がやっぱかなりいいんで、ちょっとやっぱ透かしたりとかは難しい。いやしかし我慢する我慢する我慢する。歩いて向こうはジャンプ P で追い返す。 3KP からあハイスラッシュ通して 2P から遠距離ですスライセットが飛んでる。ジャンプ B が刺さる。さあ、あと何回崩せばいいのか。まずは1回目バーストもあります。前半で使われちゃう可能性がありますね。いやしかしこれは当たらなかった。これはあるぞ。あ、ちょっと待って、1ヒットの可能性も考えていていけない。デッドアングル返して、おっとジャンピー上からうますぎた落として、これは取りたい。おっとここは一瞬直線カード投げていく拾える。あ、前ハイすら直して、どうする直線カード硬い硬い。前ハイが1ダムヒット。中村ミリアが勝利となっております。さらに硬くなったオーバー。難しい。まあミニアのコンボはね、崩した後どうしてもヒット数がすげえ多くなっちゃうんで、まあ、使うとしたら最初に崩された時だろうかなと思ったんですけども、そこのバーストを当たらないようにして、まあ後半多分ね当たっちゃってたら溜まってた可能性があるんですけど、溜まらせずに倒しきったっていう感じでしょうかね。さあ、ミクイに対してダッシュ前投げ。おっと、ハイスラが長い。このダッシュアタックに対してね、ハイスラッシュが長いのはしっかり反応が間に合えば、まあ攻撃力の高い技からダッシュアタックとかじゃなければ割と届いてカウンターヒットとなるんですけども、やっぱりそれだけではね、試合が終わるわけじゃありませんからね。さあ、ここはポチョムキンバスターキールキャンセルを使って攻めていきます。 2K 足バレーからちょっと怖いなという様子を見している展開ですが、全部食らってしまった。残らない何があったんですか。ワンチャンウィンガーやっぱり怖いな怖いなっていう感じで、その必ず下げ飛びするように心がけていたように見えたんですけども、ジャンプ D がここ着地公式のヒットか。トリチューラーを狙いますが針が突き刺さる突き刺さる。もうマジで。さあ、ポチモキンバスター惑星なかなか読み合い噛み合いか。マジか。なるほどな。ああいったその重ならないけど一回距離を離すよっていうのは若手使うんですね。さあ、ハイスラスの ICBM 立ち系からバーストは最後まで我慢する。空中投げからジャン S2P2K からポチモキンバスター飛ぶ。さあ、捕まえることができません。 FAB ポチモキンガードしている。追いかける追いかける。怖っ。投げていく。勝ったのは FAB も賞金 1C。 近接で手数を売りにす。すごいですね。そうですね、細かいながらも逃がさないためのね。空中投げの後のキツネそんな強くないですけどね。まあ前の地上投げと比べると全然今回の前はポイって投げ捨てましたからね。さあ落として耐えた。おっと、先ほどポションキンバスターを見せていましたが、ここはよく出て、確かにゲージが切れた。
前半で捕まってしまう。おお、きつい、ガードしたけど、はい、もう一回みたいな感じですね。ガードしたからといって何かが変わるわけではなかった。クロミングローズからのダッシュ投げ、速い、マイハイ直前ガードからハイスラ、しかしこの場は2球が届かない。さあ細かくジャンプで唱えて空中ダッシュ落として画面端到達、逃げすか、あーっとこれ美味しい、ガージャンピーハイスラッシュ、すぐさま画面端に攻めが止まりません。わーっと2ピール止めたと思いきや、その一歩前直前、うわーなるほど空中の絵かなと思いきや、ライガンでとりあえず止めていく。2ピール連続ヒットしましたが、そもそも気がない、かわいそうに。ここはどうなる、もうダウンオイシもありますから、ここでしっかり仕留め切りました。勝ったのは中村メディア20。さあ皆さん心なしにっこりしていますね。さあ続きましてルーザーズに参ります。アインマンとトゥーリオさん、お願いいたします。Who dares to enter the maze? これでね、これもちってやると、逆だと思うだろう、直せるんだよ。あ、R かもしれん。R じゃねえや、L だ。いいよ。さっきの選手先生、割とダメージがでかいんですけど、大丈夫ですか皆さん。とんかつとか言ってましたけどね。さあどうなるか。多分このようなジャケリック強食ということを言いたかったんでしょう。トゥリオイのボー君です。さあそしてアインカイ、どうぞ。大木潜って、さあ攻めます。最近のトゥリオさんかなり乗っていいぞ。さあここでスピットしている、ペイパースラスト、スークリットアイエッジからのペイパースラストをくるくる回って元気です。3杯すら飛んでいる。ちょっといいのがめんどくさそうですね。組み合わせ的にもちょっといいのがめんどくさいなっていう気はするんですが、さあイノセンの防御に成長があるというのはそのアインマンです。おお、アインマンのスタメン位置は空を飛ぶ。空中投げは逃げている。あとここはニース、さあ
遠距離です。3敗画面走り2敗すらから足場グリーンのセバーは先端に見せたので、こっちはガードが間に合っています。潜って金エスシロー、これは痛いぞ。空中ダッシュ、空中ダッシュコンボすることによってダメージの底上げを測ることができるんですけども、スピードしてる、こちらも痛いんです。ダメージ100、足払いロマンキャンセル、2敗ベイパー、これバースト、ちょっときつい展開になってきましたが、無理やりダウンを通ることに成功。あとは通したぞ、ロマンキャンセルが脱走なく、なるほど、フーリオさんが見せたこのバース読みのバーストさせてもいいコンボですね。空中投げ、ゲージも 25% 溜まりました。 2K をジャンディ・ホルキャンで避けてハイサッシュ、さあゲージを使って、おー、綺麗に繋いでいく、素晴らしい。ジャンピー直下投げ、すげえ、ワークリード避けていく。さあそしてホバーに対して 2P、 最後ねホバーでズーズーしく触ってくるのに対してタイの 2P は非常に機能しますね。ジャンプ系乗ってケミカルまで波しよう、ベイパースラスト打っていきます。ダッシュベイパー、金 SNS をとうまいスピードしてるから展開早く攻めていきます。デッドアングルから大きい攻め、大木、おっとここはマイフィーは回避。さあ大木を先ほどから潰されています。まあヒールキャンセルの安定中に確認しているんですか。さあ着地マッチピーで引きずり下ろした後にヒットを暴れ潰しの形、ケミカルヒット、ここを許しません。一瞬の隙を突いてコンボを決めます。画面端あと通していった、ちょっとライドゾライドに怖かったですけども、さあここはもしかしてあと悩む、投げたのは長谷川さんでした。トゥーリオイノア、まずは1試合目選手、最後は新トゥーリオ式だったんですけども、多分その後の金バスに対して空中投げを狙いが失敗、待っていたのは長谷川さんでした。説明しよう。なぜ長谷川なのか、長谷川さんがね、あのリバーサルで投げこすりを前ハイスラ連打していたからですね。1段目も発生早く、2段目飛んだ場合も上に判定がでかいんで投げ読みで飛んだ時も引っかかるってことで長谷川さん教科書と呼ばれていますね。さあ画面足追い込んで、さあ金魚さん2敗すらから、さあルーザーズ組はですねこの試合で負けてしまいますと試合終了となってしまいます。なのでもう後がないんです。なのでかなり追い込まれた状況にあります。アインカイはしっかり しっかり攻めに行きたい。あーグリードセバー、ここでああダッシュベイパー、でもダッシュベイパーそういうことによってね中央でも拾いが可能になるんですけども、今回そのねダッシュベイパーで拾うことに何のメリットがあるとダメージをアップするので、他に今回そのスプリットシェールで締めた場合に、チャージが重なるんですね。だからなるべくベイパーで吹っ飛ばした後に地上金へスプリットシェールで締めたりしたいんですが、さあデッドアングル読んで空中ダッシュ、ズーリオイノが決めました。 2-0、 いや1試合目けどすげえいい試合だった。最高に興奮したね。さあ最後はその勢いのままにトゥーリオさんが仕留めていきました。おめでとうございます。さあ続きまして投げさん対ホッサさんです。よろしくお願いいたします。入ってもらっていい、何ですか。はいはい、あ、実況ですか。実況するときに何を考えてるかはですね、試合見ながら、あ、まあそうですね、強い人になってくると、まあ、基本的にコンボってまあやっぱ変わらないじゃないですか。
だからコンボレシピを覚えてそれを手順バーって言って、まあ、違うところだったらなんで違ったのか考えてそこ説明してとか、おすげーと思ったらすげーって言ってその間に何がすごかったか説明する感じです。あとは適当にのじょいとか見て何が特徴的だったなっていうのを気にしてるようにします。この人は何がすごいとか、この組み合わせは今までこうでこうだったからみたいな感じですかね。はい、じゃあそんなわけで放送さんのレオとなげさんのファーストですね。まあ何を考えていたのかわからないですね。昔は何考えてたんだろう、何考えて実況してんだろう俺わかんないですね。まあまず自分が楽しむ観客としてですがね、扇風機ですね。さあ投げさんですね。さあレオ対ファーストですね。まあまずこのように試合の説明組み合わせ適当に言ってる間に喋ってる間に大体最初の行動決まるんで、最初の行動その後続けるように喋るだけですかね。さあ次あれ止めて敗者して、この V ガーの後なんですけど敗者してね、発生早くてかなり面倒くさいんですけど、結構この組み合わせあるんですよね。ダストアタックの無敵なので、構え攻撃とか回避しやすいんですけど、逆にダストアタックを読めてしまった時のリターンが非常に大きいので、ここら辺に注目していきたいかなと。まあダストクソめんどくさいんですけども、レオ側としてはまあ別に読み勝ったらぶっ殺せるしいいかなみたいなところありますよね。さあかっこいい Y が見れない。さあ構えた。さあ S バーダ、この遠距離戦の S バーダも昔やってるのに強いなと思いましたね。 S バーダってやってるとファーストは結構止める手段がないんですよね。飛ぶしかないんですけど、飛んでしまったら今度結構対空強いんで面倒くさいかなという印象はありました。飛ぶと物投げできないしね。見てー、繋がってー、ロマンキャンセルでバーストも警戒しつつ足払い決めていきます。今のはバーストもし使っていたとしても足払いってやってるんで打点が低いんで当たらないんですね。さあ前ハイスラー、まあ、この中段攻撃をブン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 振ることによってアイゼン下ためなんでね、それを解除させる狙いもあるでしょう。さあダストアタックで避けて画面端でダストアタックガード遠距離です。ちょっと厳しい展開、バーダとちょっと嫌がらせしていきたいんですけど、この距離はそのバーダ打ってもね、遠距離ですがどうしても先端引っかかってバーダ消えちゃうんで面倒くさい距離となっております。さあドワーと爆発からの、これ爆弾食らったとか艦長食らったとかでもプレイヤーのね色が出るとこかなと思います。超強気に前に出てくる人もいれば、やっぱ安全にリスクを減らしてっていう人もいますけどね。さあおっとここでは引っかかりそう、おっと避けていきます。ペン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 、超連続の YP が出ているこの姿、なんて間抜けなんだって感じですね。今回に横出すとアイスラバーだ、急所フライニングを狙いましたがドリルが刺さって、どうするバースト待つ、遠距離ですが刺さります。一本選手は投げファースト、答えに導く道もある。実況はあれだね、あれのまま起こったことってやつだな。この後はウィナーズを進めますかね。ウィナーズどこで、ま、落ちても下があるんで、とりあえずウィナーズを進めてポン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 作って感じでやります。おお、お疲れ様です。おっとここでバサーポンと落としていく。さあ空中投げ、うわーうわーうわー、これ本当にファーストめんどくさそうなんですよ。パスケヒット123からハイスラバーザー黄色キャンセル、おいぜん
ペロッと投げて画面端。あー、アイセンね、いいっすよね。やっぱ昇竜拳いいなーって思うときありますもんね。絶対ミスんない昇竜拳ですからね、下ため上って。割とミスってもいい結果に。いやー、やべえ、上海出ちゃったから、まあよく逃げられてるみたいなね。ドーイング、ガメ足、2K、2P からの、おっと、ここは変異を着せめ、ハンマーガード、厳しい。さあ、ジャンピー系 S からジャンプゲート、この牽制の先端前がかなり目立たそうですね。おお、マイハイスラー。最終ラウンドの開幕は 2P 始まって、集団攻撃、パチピー足払い、愛を受け取らない、画面欲しい、危ない、止まりすぎた、ミハイスラタイミング合わず、ミハイスラ確定。足前から愛を投げつけ、画面端から逃げられません、まずいです。かっこいいけど確定。何なんだこれ、俺はさっきもこれを見たわ。ファーストは使って投げている、やったのは投げファースト。答えに導く。すげえ量でだな。さあ、続きましてカリンチュさんの試合ですね。カリンチュさんと中村さんがこれはあれだな、ウィナーズファイナルか、ウィナーズファイナルなので、この試合から3先になります。ウィナーズファイナルは3先ですね。よろしくお願いいたします。のじゃやってる、じゃあルーザーズやっちゃう。あ、いや、あれ、トレモ、あ、なんだなんだ、ワンピーツーピー決まったら教えてください。はい、さあ 1P 側かりんさん、 2P 側中村さんとなっております。こちらウィナーズの決勝となりますので3先になります。よろしくお願いいたします。トーナメント表今からちょっとツイッター上げるんで、ちょっと待ってください、ごめんなさい、忘れてた、決勝だけ書くの。かりんさんが俺の応援してくれよと、みんな俺をね見てくれよってね。じゃあちょっと LINE に、あ、いや、ツイッターに上げて、決勝トーナメントです。さあ、この試合で勝つとグランドファイナルで 3勝先にすれば勝ちです。ただこの試合で負けているグランドファイナルに上がった場合は3先を先に制して、1対1の状態にリセットしてから再び3先という苦しい戦いになりますので、ここの試合で勝つのは非常に重要な試合ですね。それでは、準備できましたらスタートボタンを押して始めてください。どうぞーん。OK、ね、ベスト8。ん？
ありがとう。これで多分大丈夫だと思います。よし、一応ツイートしました。さあ行きましょう。A 漫才カリンジジョニー対中村ミリアーズ、まずいコインレベル3、端で追い込む、逃げたくなるがハイスラッシュ、ラストシェイカー落としている、素晴らしい判断。タチ系から空中ラッシュ、空中ダッシュはね、あの背がジョニー高いんで結構引っかかりやすいんですけども、やっぱそのカリンさんもともとミリアーズ使っていたっていうのもありますから、一瞬しゃがんで対処と、かなり素晴らしい展開で、おっと何度それと声が聞かれたが、まずいさあジャン S、 ジャン DS ハイスラッシュ、画面足落として、さあ避けていきますが戻ってきて、さあ追い込んだ、画面足タンデムフィールキャンセルから追い込む、前蹴前に出る、ここのね、ただ上に逃げるだけじゃなくて前に出るっていうのがやっぱカリンさんの特徴かなと思いますね。ソロ使ってた時もラムレザル使ってる時はね、あの相手が攻めてるだろうって、ただ逃げるだけじゃなくて逆に攻め返す、でそこでしっかり勝利をもぎ取っていくんですけども、ここは中村さんが押し切りましたね。さあここはタチ系の隙に空中ダッシュ戻ってきて、まあシークレットガーデンですね、ごめんなさい、端に追い込んでカウンターヒット、おいしいぞ、ここは大ダメージコンボが入ります。そして置き攻めバックステップして逃げてきますが、エンエスハイスラッシュ直前ガードを見せて空中ダッシュに対してバックステップ空中ダッシュが確定、足払いレベル3からこれは空中投げ、うわー一瞬待ってのバーダイしつつ、さらにここバーストで切り合わせるポイントに対してロマンキャンセルしてましたね。さあちょっと切りがないじゃねえや、針がないのきつい、あらジャンケイからフォルトで距離を離しますが寄ってくれビーストファイナー、一戦です。まあとこれまずい、タチキーからミスとレベルを上げてツバイハンダーコイン ES、 逃げたい空中ダッシュ ES が出ていますが、おっと金バースを返してどうする、ここを無傷で止めることができればかなり美味しい、バースを使ってマイケーガードゲージを吐いて前に出る、ここからしばらくゲージは溜まりませんが出し前が早い、ブリッツを使って今度はガードで切り替えて、うわーっとタチピー、キンエスからの KS、KS、D、ツバイハンダー、ここは投げていく、強気のせ、あー、これはまずい、神髄が飛んできた、画面端に、さあ、これが返してしまった、あるぞ、俺の名はスカルカですね、画面端、落として、グローミングローズ、ハメの次はハメ、返していく、中村ミリアが勝利。素晴らしいですね、しっかり、ええ一先じゃないぞ、三先です、まだ終わりじゃないです、全然終わりじゃない、二先だとしてもそうです、あと一勝あります。俺のあのやられ、やられた攻撃判定の内側に入り込んだりとか、打点が高いんでちょっとその下で、当たらないようにするとかいろいろあるんですけど、ミリアはその多分突っ込んでたんで攻撃判定の内側に入ってたんですね、多分ね、あ、ダッシュの停止線もあると思う、多分内側に入ってたんだと思うんだよなミリアは、うん、結構前からあるあれなんですけど、素晴らしいですね、やっぱ怖いですからね、ダッシュはマジかー、まずいぞこれ、レベル3ルートじゃねえか、うわ全部読んでる、あそこ D-D は多分ギリ繋がるか繋がらないかのとこなんですけども、繋がらないとしたら完全にバーストよく終了です、お怒っちまったもしナメック星でザーボンさんが本気で追いかけてきたらみたいな感じの展開でしたね、クリリンがクリッと終わったみたいな、恐ろしい、おん、あ、ザーボンじゃねえ、ノドリアだか、
スーパーサイヤ伝説ですね。さあ、亀梨、うわー、走った、おエメラルドレイン、いい配送でシャンディから落としていく。ジャンクインの出し方がすげえ落としてる。あーっと出そう、ミスソイナ立ち切り返して、ここはマイケルで追いますがジャンプスのヒット。さあ画面中央、ミスソイナ打ちつつ、エンテルスと前に入る、それが有吉ダウンを取って前に出る。さあここのラウンド取りたいですね。さあ4だが助けは当たらない。おっと前捨て早かった。うわー、しかし早すぎるんだけど、これ反応はしているのがすごいなというところです。ブリッツ取って当てていきます。画面中央、一度ねミリアを自由にさせてしまいますと、先ほどのように超高軌道でマリオうろちょろされて捕まえることが困難なので、しっかり見ていきたいところですが、もうここも瞬きしたら投げられていたような感じですね。画面端に向かっていきます。2杯皿2杯皿当たってくれみたいな感じでしょうか。まあ、空中出しが多いんでね、2杯皿置いているっていうのもあると思うんですが、さあ前杯皿がマイキーを捉える。はいはい、空中ダッシュから直前ガード、ここは飛んでこない。ミスワイナー総裁どうする、戻ってきてジャンプ系遅らせていく。いやらしい、あと捉えた。ここに来て2杯皿が炸裂、やはり空中ダッシュを待っていたんですね。いちいち空中ダッシュやら空中の、まあそうですね、いやー目回るとこだった。あ小さい画面もスクリーンのやつじゃなくてモニターの画面見てるから目痛いんだよね、こんだけ動くと。さあ行きましょう。まあね、俺もドラゴンボールの登場キャラみたいにあそこだみたいな言ってみたいんですけどね、なかなかお前見えているのかな、なかなか。さあ走り出しだけ、ハイスラから画面端落として花が咲く。あれでいいんですよね、あれコンボとしては。受け身、今回その受け身攻防が超強いんですけども、それに対して飛び道具をやっぱ勝ってくれるんでね。確かに ACPR と比べると全然スピード落ちてるんですけども、あれはやばいですね、特急すぎる。あ、ここは捉えたぞ、落としてジャンディ S ハイスラッシュ、バラが咲いて音が目なし。おっと2ハイスラ、しかしここは確認から難しい、戻ってきて、さあバーストを使いながらもやばいぞ。 S ハイスラ D、 今度こそ集中見せて、コインがないんで、あーここは黄色キャンセル対応してきましたね。今コインがないんで前受け身が多分ジャンプビートが引っかかるだろうなと思ったんですが、それを見越しても黄色キャンセルで下がってましたね。まああの仮面は基本的に前受け身がかなり強いと思うんですけども、対策できていました。レベル3まずい。さあ走り取られてジャンディ S ハイスラッシュ、バラが咲いて逃げていく。バラ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 って感じですね。何言ってるか分かんないけど、わあレベル3、ああ心臓呼びするぜ、コイン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 から、おっとコイン投げすぎた、よくある。さあ動いたら撃つぞと構えを見せていく。うますぎたー、しまいみそいなー。勝ったのはガリンチョニーリーチ。覚悟を決めた女に男は、さあ3先となっております。オーバ
Guilty of D. Who dares to enter the mayhem? Johnny. Miliamre. Johnny versus Miliamre. Get ready.さあ、一体どうなってしまうのか。3試合目、じゃあ7試合目か。エンゲス、前ハイ、2ハイすらミストファイナーから立ち系、ミストファイナーからコイン、レベル3、新鮮見せて、さあ、ここはコインをブリッツ返していく、あの距離もブリッツ弾けるんですね。なるほど。そうですね、手がちょっと伸びていたみたいですね。さあ、画面端。わかんないです。ミストファイナー立ち配、それが俺の名だ。ジャンポンポンクルルルポン、それ俺の名だ。言い手だけだ。いやー、ホークさん天才だわ。あとにハイスラジャンケジャンディ P ハイスラッシュ画面押し、エンゲスに入ったらジャンディーから画面端、ダッシュ投げ、展開が早い。奥攻めはオート長いさ、 S ハイスラ D からのダウン押しコイン、さあここは落ちる、空中投げができない。さあプレッシャー前に出てくる、ブリッツ確定か、カウンターヒットはおー、キングス、バックスバックスでこちらに引き寄せてからのキングス最強の形になったみたいですね。ミサイルが出た、うわー戻ってきてバースト待って、どうするどうする、スワイハンダーからタチピータチピー、足払いミストファイナー2セットジャンピングサリーク、ナイキダイクバースト待って、キングスからだったのはカリンチョに3-1グランドファイナル進出です。さあ、グランドファイナル進出はカリンチさんとなります。それではルーザーズを行っていきたいと思いますよ。まずクーリオさんとフモさんかな。中村さんはルーザーズの、ファイナルまで移動となります。あ、じゃあまた名前打っといて、 Guilty of D 1P 側がクーリオさん、あ、多分ね、あれ予測になる、大体の人の名前は OK で、フモさんかな。で、T って言えば多分出てくる。あ、ちょっと T って言えば。さあ、ここはルーザーの2回戦となりますので、また2先です。皆様お間違えないようにお願いいたします。さあ、行きましょう。クーリオイノ対、クモエルフェルト。さあ、ジャンディーから限界5でバースト。お、ハイスの距離はニュースで、まさにハエ叩き。ははパインは相手を爆破しますけど、エルフェルトにとっては自分を彩るアイテムの一つにしか過ぎない。爆発系アイドルみたいなね、足元が。さあ、ショットショットショット。さあ、巨源潰してジャン SP からキンス
ここはジャンブリーに対して発生勝ちをしていきます。さあ突き上げ、ここでバスト、パインを投げて、うおー打ち返された。文字通り当てから落として、奥攻めは音符黄色踏んで、ジャンエスピーから2ピー足を画面端から中央へ一気に飛ばして、ポイッと投げる空打ち投げ、待ち構えていました。ロマンキャンセルが2敗したら広くて、金エスピーからしっかり落とします。画面端マジか、表現 2K2S からのケミカル、シャンプリーもガード、ガードを固めていく、音符を飛ばして大木。さあここは前に出た、前 B からどうする、ワースト待った感じでしょうか。きつい、追いかけるにはホバーしかない。 2K で添えた、イエス。最後はメチーンと引っ張いてクモエルフェルトが勝利、 1-0 リーチ。なんというか女子力には勝てない圧倒的な。ゲッゲッオーバー。 Guilty of Gear. Who dares to enter the main?いやーけどエルフェルト可愛いっすね。わかる、あね、イノはちょっと色によって変わりすぎるんでちょっとレベル高いねちょっとね黒すぎるのあるとさあ髪なしエルフェルトに負けたとき、エルフェルト可愛いなと思って心癒すようにしてる。それがいいかもしれない。で、つうかこれすげえモデリングやばい。めっちゃ、すごい。力入ってる。起き上がるときのモーションもね、すごい、ね。うん。めっちゃ多いですよ。はい。さあ、端に追い込み、縦キミカルから。さあ、ここは行きました。トゥーリオイノが一本選手。さあ、サマー、アトリーでしたこれは。さあ、ケミカル落として空手投げ、逃がしません。トリカゴから縦ケミカル、マイピーガシニエス割り込んで、ハイサラシからブライダルエクスプレス、ショット、ショット、ここはピョンと飛んで画面端向かって投げます。さあ、先ほどハイサラ狂言で行きたいんですが、これは足元爆発、女子が何か言って画面端、うわブライダルエクスプレス、ショットガン、ショットガンから画面端、パチケからのショットガンに対してすごい痛そうなブリッツ。さあ中央追いかけたが行き過ぎた、シャンパンファイうわすげえ、うわーやばい、画面端ずっとってやばい、うわっいってーマジやべえ、これ死ぬんじゃないかな、いや死なないかな、死んでるようなもんだこれ。勝ったのはクモエルフェルト。さあ、A 試合の方は続いていきます。投げさんの投げさんと FAB さんですね。投げさんとザ・ FAB やばいですね。シンプルなんちゃらシリーズ、シンプルショルガシリーズいいですね。ギルティー・ギール Who dares to enter the main event? ジョンジョン。
さあいつものと言われた組み合わせがやってまいりました。高田のママ帝でございます。さあこちらの試合に勝ちますと、先ほどの試合に勝ちましたふもさんとの試合になります。そしてそのふもさんとの試合に勝ちますと、今度はルーザーズファイナルで中村さんとの試合になります。うわー、一本持ち上げていく、ドリルが刺さってゴーイング、画面端に押し出してドリルすか締めた。おっと、ガードしている、使わせましたね。これは8K に差し払い。おっと、さっきから美味しそうなドーナツがたくさん落ちてますね。拾い食いはダメだってチェックでは習わなかったんでしょうかってね。さあ画面し、うわーやべえ、投げさんがめっちゃ分身してる。パッシュアイスラー、うますぎる。さあ死を、これを落ちたマイピーカウンターヒットにしなかったですね。あーマジアップで最大狙っていく、多分マイハイ当たっていたらシングルでしょう。さあ爆発装置大難度、ジャンプ系から足払い取りでマイハイすら物投げてチョコレート。おっと、ここはレレレでヒット、痛いですね。さあチビファーストをさっさと除去していきます。さあおかしい、先ほどちょっとメテロ出しすぎちゃった。直前ガードが投げていくすごいです、なんか涼しい顔でやってくるんですよね。気合入れてポチョボキンバスターしてないんですよね。本当に綺麗なコマンド入力なんですね。手元とか見てるとすごいですよね。テルサとか見るともう一生懸命ボタンバ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 ン押してるんですけどね、やばいっす。直線ガード画面端中盤からタチケがいやらしい、無理せず無理せずタチケで取り囲う取り囲うって感じですよ。キングエスをバックしてました、捉えて大きい攻めはジャンエスからバースト、これは待っていました。さあ着地下段黄色キャンセル出ました、ヘブンリーの無敵を利用して黄色キャンセル、ドリルをすかした後にポチョムキンバスターです。これが覚醒必殺技の黄色キャンセルの強いところですね。発生が発生直後の無敵がある技、この無敵を利用した相手の技をすかして 50% 消費する前に 25% で終わらせるっていうね、 50% 以上であれば使えるのでかなり強いテクニックですね。さあしかし画面端に追い込んでいくの投げファースト、さあハンマーがすごいところで出た、一撃ファーストで避けるが、ただちょっときつい、これ欲しいですね、これが取れればだいぶ変わるんですが、いやしかしめった切りで回復した体力も一気に持っていきました。勝ったのはナギファースト 1-0。 解決に見えて実際はかオーバー、ギルティーディー、まあけど本当にあれね、アイテム取って距離を離されたりでもしたら結構きつかったですからね。ファーストがやっぱこのドリルキャンセルを駆使して対空時間伸ばして相手の対空攻撃をすかしたりするんですけども、それがもうできなくなる、ドリルで降りるしかない、やいを投げるしかないと、どうしてもポチョムキンはデコピンで返したりとか、ね、マイピーで落とせないってわけじゃないですからね、かなり危なかったんですけども、しっかり勝負を決めていきました。さあ行きましょう、2試合目。いってー、これはカウンターヒット、
ーっとこれはガフ、これは非常にいい流れになって、わーうまっ、ここでバースを使っていきます。動きたいんだけど動けない、そんな状況が続く。アイテムの連続うますぎる。さあここでやっと前に出れるかないかといったところですが、ここダウンをしてダメージは安く済んでいます。うわーっとラストアタック横に吹っ飛ばすだけ、本人も当たると思わなかったかといった方、物投げにここはスライドと噛み合って EPNS に出して、マイピーが伸びてきます。さあ飛ばずに待機、 2P からしっかり返してダメ足。さあ素晴らしいジャンプ入ったら、なんかこの後着手攻撃をつながりそうな高さでしたね。さあリーチをかけていくのは投げファースト。さあダッシュメッター100トンからドリルが刺さって配車まで足し系で追い返し、これでバスト。さあ前ハイガードして 2S 前ジャンプを捉えてジャンプハイスラまで。さあ動けない状況が続きます。立ち切りのヒット画面足空中ダッシュ2ハイスラから装填からゴーイングアイウェイダウンを1でまだ残るが、おっとダッシュに対して割っていく、しかしここはハイスラ 2S で捉えてどうする。あー距離が離れるとまずい、エンギスニュースが通ればといったところでしたが、ダッシュ投げ当たりが分からなかった。しかし届かず、あったのは投げさんのファーストとなります。そして投げさんなんですが連戦となるんですね。フモさんとそのまま試合をお願いいたします。解決に見えて実際は枷によって凝縮された姿なのです。それが解かれる前に決着がついてよかった。ゲームオーバー。 Guilty Gear Exile。さあ、ルーザーズは残るところこの試合と次の中村さんの試合で最後となります。上西さんがもうすでにグランドファイナルで待ち受けておりますので、ここから先は2連勝しないと勝ち上がれません。両者ここは2先です。なんちゃらファイナルってつくものからエボはだいたい3先らしいんで、一応ちょっと不安だったんで確認しといたんで、さあそれでは参りましょう。フモさんのエルフィールド対投げさんのハウストです。さあここはうわゴーイング、うひょーすげえリアルコンボだしっかり繋いでいった。空かける少女画面端、シュッシュッシュッと遠距離です。装填乗って満員度でダメージアップを図りましたが、ジャンプ対策が着地投げしっかりしています。さあ空中ガード、直前ガードであれば投げ返しも狙えるところでございましたが、さあ足割りからここはポイッと投げて、さああとショット打ち抜いていく。さあ素晴らしい、まず一本選手はフモエルフェルト。手を取りますね。さあパインを投げます。まずパインを投げてエルフェルトが田島に返しといった感じなんで、このパインを投げるところにどうやって止めていくか、しかしファースト側も斜めで投げに行くよりかは物を投げてその出た物に応じてこの立ち回りを変えていくという立ち回りができますので、
まあ、お互い距離を取ってスタートっていうのが多いですね。さあゴーイング、さあパインを投げるジャンプディからのこのシューティング、かなりおーっと軸足的な感じでずれてるで当たっていなかったみたいですね。いや単純に背中を打ったか。フリッツを取ってこちらも返す、そしてシングルハウスもいる。ストーリーでキングス2敗すら争点ゴーイング S からタッシュ P から拾って端ジャンプハイスラをブーメランの先に置いてあります。さあ前ハイからここを前にできたところ投げ返していく。さあここはドリルドリルドリルと 2K バックステップから空中ダッシュ、前ハイからショット遠距離ですよ、止めていきます。さあここは攻めるぞとね、今日のところに通常攻撃を置いていったのでね、かなり動きづらい状況となりました。しかしそのままドア行かずガンガン押し出します。ダブルパインみたいな感じですね、かっこいい。バックアスマスクジャンディーか、なんかすげえな芸術的なつなぎで画面端ポイッと投げて、さあ左前になったファーストをジャンプ D でさらに打ちのめし、トーンヒール、狙いは外しません。まずは1試合目取っていきますのは久保さんのエルフェルト。さあ続きまして第2試合となります。さあ三崎なので久保さんはこの試合を取ればルーサーズファイナル中村さんとの試合に三崎での試合となります。さあパインを投げたがレベルが突き去り、ここでバーストを合わせていきます。ジャンプリーで返して画面端ショットがここでカウンターヒット。前半であればまあ暴れてもいいかなと思うんですけどもね、暴れた結果これでやばいっす。まあ、けど暴れも一応見せておかないと難しいですね。さあブリッツを駆使して回避します。コンフィールが刺さります。飛ぶがその先にさらに照準が空中投げから画面中央パインを投げて中段ガードさせて削りのダメージのセット。円安から無理せず前ハイスラから触って削りのダメージあるが、ここは突き上げを出すだけで避けたまでは良かったんですけどもね、しっかり側転ガードから外で押し置きしていきました。素晴らしい。さあパイン投げてハイスラッシュ、パイン爆発からジャンディもの投げて、なるほど前 P からブライダルガード後攻めは継続されて、あーとパイン投げてからのジェノワーズ、ここでストレートで下して 2-0。 中村さんとのルーザーズファイナルに挑みますのは久保さんのエルフェルトとなります。おめでとうございます。この試合から3先です。さあこの試合から三崎です、よろしくお願いいたします。 2P 側は中村さん、 1P 側は久保さんという形です。よろしくお願いいたします。中村さんとエルフェルトの組み合わせを見るとちょっと怖いトラウマが。
さあそれでは参りましょう。久保エルフェルト対中村ミリア三崎戦です。決勝で回し受けるのはカリンツさんのジョニーとなるか。さあ行きましょう。カリンツさんはねジョニーでなくてもミリアだったりラムだったりソルだったりいろいろ掴めますからね。さあ出し投げ、針は投げてある。ダメ足前ハイからアイアンセーバー、速い中段ポジションでゲノンの2択ですね。そしてリターンも大きいのはゲノン。さあ何から狙ったか、足払いハイスラッシュのこれにしっかり対応、ダッシュクイーンです。そしてしっかりダウンを奪ってエンエス走って突き上げショットショット、スパインの爆発に合わせてしっかりカンボ決めていきます。ダメ足着地から2ハイスラー、おーあとパインに当たってしまった。これは痛い。うまいですね。ミエスとか投げると針が刺さっちゃうんで、このランダシランダシで相手の下に潜り込んでミエス最強って感じです。いてここがまずいぞー。あーバーストを打ったがここは届きません。まず 1-0 ウモエルフェルト。すんごい減ったんですけど。さあまずいぞ。さあワイハイさんは2ステ勝利して画面端エンエスからパイン投げて下がりません。前に出ます。そのブライダルエクスプレス、さあジャンプ触って 2B 足からブライダルエクスプレス、ここは出していきましたが投げから覚醒を取っていきます。ロマンキャンセル、インハイスラー、ジャンエス、ジャンディー、エースハイスラッシュから置き詰め、タンデムから、おっと、これは多いし、落として、フリッツ、タッとっとっと、しっかりつないでいきます、おわー、やはり転ばせたら、もう起き上がるのは至難の技でございます。カップカップ、ちょっといい腹かみたい。さあ、だからこれはあ、なんかもう体力半分溶けている。まだコンボ投手ヘッドコップリッツで返して画面端から脱出、サイレットコップ回収してと爆発してるエルフェルト、だがこれはあーニエスからはい爆発には合わなかったが画面端は削られる。1-1さあ空対空から落として角、おっと逃げ、元気玉をは足原までフィットして球で飛ばせはない、見て2杯から打ち上げて、さあバタイフリッツ見てからアイアンセーバーオフ攻め下段中段たまらずバーストして残りていくドット、さすがにキーキャンからナイスフォロー、すっきり。身の潔白を証明したいなら何もしない。オーバー。
さあ行きましょう。第3試合となります。お互いに1試合取り合ってあと2勝ですね。1試合目のあのヘリやばかったですからね。あ、やばいことになった。見たかった。さあ、ハイザッシュダメージを次打ち出し、ジャンプですがめっくり2が中断になってる。タンデムからバットマンが拾って空中足で落としてる。あ、これ強そう。バーストアタック、しかも続いて画面端落としてから着地下段。さあ火力はそこまで出せませんが、ここはこちらは手数で勝負。クローミングローズ、まさに手数で勝負ですね。覚醒必殺技なんでね、クールタイムも少なめです。バーストアタックジャンディー、これバースト置き攻め見えません。キングス2敗、シャンリー S ハイスラッシュ落として、バットムーン前ハイスラで拾い直して、再び置き攻めはクロミングローズ。うわー見えません。落としてどっち、下段からの下段攻撃、ここでああマウトしかなかった。2時中村ミディアがここで1点リード。身の潔白を証明したいならGuilty of Gear. Who dares to enter the main event? El Bel Bel Alba. Moya Ring. El Bel Bel versus Billy. Get them to it. Heaven or Hell. Duel. One. Let's rock.3YP 止めてと、ここは投げが漏れた、ハイスラッシュがヒット。これですね、横にちょっと長い技はそのダストの投げ漏れで投げ釣りが向かないのかもしれませんね。あ、でもやはり他の選択肢としても強いですからね。さあ前ハイバックスを捉えて前に投げてショット、はいはい、当たらない。エンクリスからブライドルエクスプレス、タンデムから 2S ハリー投げて KS 金 S、 サバソンはしつつ、あと捉えた。距離を取る、さあこっちを見えて、あー2敗すら何かが漏れたか。ジャンプ攻撃をしっかり捉えます。前ハイから投げつけジャンプに何か引っ掛ければダウンにつながるんですけども、さあエース簡易スラッシュから足払いまで届かせていきます。さあ中村ミリアがルーザーズの権利し、ジャンプリー出しにくい。さあ直前ガードか、あーこっち来た、一緒に滑ってきましたね。あー空中足を中断ですが、その後続けるのは難しい。針が刺さって2杯ジャンエスジャンディ P ハイスラッシュ落として画面端、バットマンから前ハイジャンエスジャンディからの P ハイスラッシュ落としてタンデム、ロマンキャンセル。さあダッシュ上げ、さあタンデムバーソン待ってダッシュ投げ勝ったのは中村ミディア3-1です。というわけでルーザーズ勝ち上がりましたのは中村さんのミディアということで、グランドファイナルではカリンさんのジョニーかどうか分かりませんが、カリンさんと試合を行っていただきます。よろしくお願いいたします。さあ、ここで再びお知らせでございますが、本日の優勝者には、あ、ごめんなさい、なんと静岡土産
かりんさんからバリカツオ、バリカツオくん頑張れってね、エボニーくんみんなに持ってきましたってワンチャン持って帰る施設がバリカツオくん、静岡お土産編、生姜醤油味。Guilty Gear Exile。 さあ再びあれですね、ワンピー側がカリンさんみたいですね。もうカリンさんやりたくてたまんないみたいです待ち遠しいといった感じでしょうか。さあもう一度ルールのおさらいをいたします。まず3先を行いまして、この3先で先に中村さんより先に3勝しますとかりんさんがそのまま優勝、しかしこの3先で中村さんが最初に3試合を勝利した場合はその時点で勝敗がリセットされまして0対0の状態に戻ります。でその状態からさらに3先を、3勝したプレイヤーが優勝となりますので、かりんさんは最初の試合で3先、先に中村さんに決められてもまだルーザーズに落ちるということで、立場が一緒になるだけでまだ負けではありませんのでよろしくお願いいたします。なので中村さんはかなり厳しい戦いとなりますが頑張ってください。それでは、バンダイ 1P がバカリンチュさん、 2P が中村さん、準備ができましたらスタートボタンを押してください。第2回ミカドオープントーナメント決勝戦はカリンチュさんと中村さんの試合となります。皆様よろしくお願いいたします。ちょっとね疲れてきて皆さんもの試合もね超盛り上がってるんであれなんですが、どうなるか。さあバリカツオ君をバリカツオ君をかけての試合となります。ただし持ってきたのはカリンソンですさあこちらはウィナーズの2回戦で当たりました、ウィナーズのファイナルで当たりました組み合わせですが、グランドファイナルで再び試合となっております。さあ早い早い、ジョニーがイグザードに来るときステップが遅いからどうなのかなと思ったんですけど、ステップがマッハになって帰ってきました。さあ走り前ハイスライド落としてシークレットガーデン、背が高いのでそのままヒット、前ハイ前ハイからターンデム、置き攻めは下段が通ってジャンディハイスラッシュ落として、ここでシークレットガーデンじゃなくてフロミングローズ。さあしかし、おおマジか、しかしバラが咲くぞこれは。ミストファイナー、バラが咲いてはまた跳ねる、すごいハンダ KS からの、さあちょっと動きがめっちゃめり込んでるやばいやばいやばい、そっかーウォッキー生きてたー、やぶねー死が見えたよね今ね、九死に一生スペシャルってね、これは大きな大きなラッキーポイント、引かさずにはいられません。ダメ出しハイスラッシュ落として針からシークレットガーデン、 TS バットムーン、リハイスラー落として置き攻め、もう一度前ステー、これは読んでいた、しかしこちらも想定外、戻してエメラルドレインから前ハイ落として、今度は上ジグザグと前ケヒット、ここ端に届かないがミストファイナーで落としていきます。ハイスラッシュが早い、距離を取ってスマイハンダー捉えて拾い出し、素晴らしいロマンキャンセルで読んでいく、刻んで刻んで刻んで、まず1試合目の選手は中村ミリア、レディーファーストを気取ったつもりな、オーバー
危なかったね、あれ何やっても死んでたからね、あれ。さあ、第2ラウンド。そうですね、ウィナーズの方でも最初の1試合取ったんですが、そこからという感じでしたが、前に出ません、本当に。おっと、押し返した。ベストファイナー、前蹴りがヒット、空中バックで、おっと、ジャンハイで落として、針投げて、2K、前蹴からアイアンセーバー、シークレットガーデンを発動。ジャンディガード、うまっ、落として、へぇ、すげえこれ、取っていく。足払いからエメラルドレイン、2敗すら、ジャング S にバスト。バスケに乗っかってしまった、まずいぞ、これは。スマイハンターから空中足じゃんけから足け足前コインコインからなるべくレベル1には3にはさせないようにといったところでしたが、ミストファイナーまで、ガトリングからミストファイナーレベル1。さあ2杯打ち上げまして画面足倒し切りたいところ、足払いをヒットさせて画面端、針からマイケー、タンデム、おお、2杯すら、ロマンキャンセル、これ美味しいぞ、一瞬針も拾っている、素晴らしい。さあブリッツを狙いますが、ここは足払い、ジャンピーカキン S ミストファインダーから足払い、ジャンディー、ズバイハンダーコインレベル3から空中ダッシュ、おっと繋がない、珍しいがジャンディー、こちらも繋がない、うわー、技を出してしまった、これハンガー炸裂、2ピン止めた、さあ空中ダッシュ連続ヒット、いやー届かない、どうする、ラディエス確認してきた、うわー残ってるがダウンシーですね、1シー、覚悟を決めた女に男は食ってオーバー、ギルティーディー、ロマンキャンセル、それのね、ダッシュ、拾いダッシュ、よかったですね。さあ、あと2試合、勝てば勝利のカリンさんですが、中村さんはあと2試合を、カリンさんより先に取り、なおかつその後3試合しないといけないですね。さあ、めちゃめちゃ前に出ますね。ジョニーの前ステップボードに対して何か技を置ければいいんですけども、ちょっとカリンチさんのプレッシャーが半端なせい、これはやばい。さあ、しかしここで技を置くことに成功、ハイスラッシュ止めて、ミストファイナーが刺さりますが、どうした、ポップミスからコインをたくさん投げる、うわーコインを潜って画面中央、オキセルラ投げ漏れの黄色キャンセル、何が漏れてしまった場合もね、これで黄色キャンセルフォローというところで、クロミグロース、さあここはバーストを使っていきます、バラを咲かせて自分を守りますが、ここで切れてしまいます、ミストファイナー上段。さあ今度はダッシュ、いいで相手の行動を止めていきます、前に手だったりステップだったらまあ勝てるだろうといった感じで前に出ていったんですが、強気、さあ投げが抜けている、ピンにハイスタッシュ、うますぎ、落として、さあ着地、中段距離が下がっていますが、まだ残ります、バットの中段からこちらガード、そして確定の円安刺していく、さあ円安に入ったらここでバーストしよう、前に出るぞ、前蹴助け、遠距離ですから拾いますが、そのすぐにタンデムで吹っ飛ばし、ジャンディーからエースハイスラッシュ、落としてから再びにハイスラー、さあ、空中ダッシュ、2杯から、恥、
もう本当に展開早すぎてね、子供が追いつかないんですけども、ここで崩すことに成功。端ブリッツ4で、あーリターン落とびに行ったか。やばい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 、やけどもダウンは取れなさそうなんで投げに移行しましたね。チャンディミスト、コインミストからのコイン、おっとここでも同じく落としてしまう。マイハイスラヒット、総裁からマイハイスラカウントヒットしてここで拾っていきます。素晴らしい。さあちょっと斜めの戦いになりますが、ダッシュ投げ、すげえ打球を通してきましたが、投げ返していく、近づいてきたところ、おっとなんだコインじゃねえか、打ち出してダッシュ投げ崩したい、ブリッツミストファイナーからステトレハンデ、ここはフィニッシュ。ザ・マーツは優勝、エリジャーカリンチュジョニー、覚悟を決めた女に男は食ってオーバー。ギルティオティー、なんであんな前にグンガン出てるのに読めんですかね、すごいね。ミニアブラアリーナ、ジョニー vs ビリビリゲットエントリー、さあ、壁振りハイスラー、ムロットド、一発決めていきたいところですが、さあ、これはそう、さあ、もう空中ダッシュしづらいなと思うけど、使うしかないですからね。さあ、チャンス、触って、待ち構えるカリンジョニー。ダッシュアイスラー前に出たーと捉えて、エースアイスラー D ミストファイナーコインコインデビルさんビヨってるわなんだ今のは、リュウヒョ東方会のようなかっこいい構え、ミストステトレハーンからのキンエス、さあ優勝へリーチカリンチュジョニー。さあ開幕2ハイスラー画面足落としていく、お店のシークレットガーデンバトルガード、ガード買った、投げるしかない、ブリッツからおっと危ねえ、あっと前に出る金エスの吉込が連続で飛んでくる画面足、ロマンキャスル、ここはマスト返していく、あと一発確認ステトレハン、ここは端に到達しない、後ろ歩きで調整、ジャンディ最後はあまだ残る、さあ分からないぞ、針から金エスミエスハイスラロマンキャンセル、立ち系空中ダッシュ狙い澄ましてミストファイナー、3第1位でカリンチュジョニーが優勝となります。第2回ミカドオープントーナメント優勝はカリンチュさんのジョニーとなります。おめでとうございます。そしてカリンチュさん、優勝したカリンチュさんにはですね、カリンチュさんから、静岡土産ワリカツオくんが贈られますので、カリンチュさんが優勝商品回収ということだったんですけどもおめでとうございます。さあそれでは一言いただいてもよろしいでしょうか。優勝おめでとうございます。はい、カリンチュです、まあ、あんまりしたいコンボができなかったんですけど、まあ、優勝できて嬉しいです。このバリーカツオ君は、おばちゃんのお守りをするジョニオさんにプレゼントしようかと思いますので頑張ってください。バリーカツオ君もらっちゃった、やった、ありがとうございます。ミカドオープントーナメントエボに向けて頑張るぞ、やりたいコンボ披露会だったみたいでまたね、これからまたの試合だったり大会でカリンさんのすげえコンボ見られると思うんでね、ぜひですね皆様、ご期待ください。そしてエボに行く皆様もね、まず最初に、まあ、試合の結果だったりそういうのも大事なんですけど、まず事故に遭わないように、事件に遭わないように本当にね気をつけて行ってきてください。はい、まあ今年は本当にたくさんの人が行くんでね、逆に危なかったりするんで、もう本当に友達とかで楽しい楽しいってやってると思わぬ
ね、見落としがあったりするかもしれませんので、まず必ず無事に帰ってくれるようにね、帰ってこれるように楽しんできてください。はい、というわけで本日の第2回ミカドオープントーナメント、優勝はカリンさんのジョニーとなりまして、カリンさんのジョニーにはカリンさんの持ってきたバリカツオ君が送られたんですけども、オガちゃんのおまわりをする俺にこのバリカツオ君が送られるということで、やったぜカツオ君とジョニオ君の夢のコラボだね。ありがとうございました。というわけで皆様、今日は土曜スリオンスリー大会やるって言ったんですけど、ちょっともうあまりにも疲れすぎてやばいんで、この辺でお開きとさせていただきたいと思います。後合の配信は閉店まで行いますので、ぜひぜひ皆様、ご覧ください。お疲れ様でした。ありがとうございます。やった。